画園影康4年8月15日は、朝鮮初期の政治家。本願は、新洋菓子。字は、淵助。画後は、慶懒、または、新紀王。死号は、文高。明細賞として知られる。1396年式年文化に合格した。1431年に、王日下学になり、その後、広塚佐賢、慶懒班書、左三三などを経て、 1445年に、左三世になって、帰乗を受けた。右犠牲、左犠牲を過ごし、1449年に、朝鮮王朝500年の間に、犠牲府に入って、約20年間法をよく守って、将平主文の最小と言われるが、最高の評価を受けた最小は、後期の後に続いて、両犠牲を務めた、画縁が、唯一の人物である。 1451年に、文僧が大事児を重衰しようとすると、これに反対する上訴を挙げた後、官職から退き、1453年に他界した。外園先生の領儀制直所。外園は、高麗の設議派の次大部な定務州の弟子であり、朝鮮の開国に反対した、高麗の受信な川地州の息子として、設議派の次大部の思想を継承した代表的な性、理学者である。 画園の整理学の理解の水準は、高への理解は、すでに日常生活の中で実践しており、高しへの理解は、北宋の整理学者の義理論の段階を超えて、南宋大の手記の、掲載心を収容するほど、先駆的であった。つまり、画園は、後来末、節義派の次大部な定務集の義理論を継承して、収容論で、その理解の段階を進展させた。ありがとうございます。